えー、今日最後のスピーカーカになります石田です今日僕がお話ししたいのは、まあ、ここに書いてある「心豊かな暮らし方の形」とはと書いてありますけれどもこの心豊かな暮らし方の形を東北から日本中に世界中に発信をしたい東北が黄金のジパングを再生するそんなことを真面目に考えています2年半前震災が起こりました 今まで成長してると思ってた文明がガラガラと音を立てて崩れていく。それを目の当たりにして僕が何を思ったか。この震災は僕たちに大きなクエスチョンを投げかけている。それは地球環境問題に生態するっていうのは一体どういうことなのか。心豊かに生きるっていうことは一体どういうことなのか。そして文明がテクノロジーの集積であるならば、テクノロジーっていうのは本当に役に立つのか。 これに答えを出すことが多くの亡くなられた方あるいは被災者に対する僕たちの役目そして次の世代の子どもたちに対する役目だと僕はその時思いましたじゃあ企業や行政あるいはテクノロジーそのものの役割って本当は一体何なのかそれはもう考えるまでもなくそれは人を豊かにすることなんです 人を豊かにすること以外の目的はありません。あらゆる行政の仕事も、あるいは僕もエンジニアの一人ですけど、僕たちの仕事も、人を豊かにするっていうことが最後の最後の目標、そしてそのために全力を尽くす、これが本当の仕事だと思っています。じゃあ一体、豊かになっているのか。ご覧のように、1980年代の全般から、日本の多くの人たちが、 のの豊豊かかささよりも心の豊かさを求めている誰でも知っていることですじゃあこの誰でも知っている心の豊かさを多くの方々が求めてすでにものの豊かさと心の豊かさの間には30ポイントも大きなギャップがついてしまっているこんなことを誰もが知っててじゃあ日本はどうなってるのか確かに一人当たりの GDP はどん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 上がってきましただけど生活満足度 幸福度というのは、自利品状態。そしてこの震災が、ますます我々を閉塞感という形で包み込んでしまっている。これが事実だと思います。じゃあ日本は豊かでないのか。いいえ、日本は今世界の中でも豊かさの頂点にあります。この豊かさの頂点にありながら、なぜ僕たちは閉塞感に包まれているのか。それは おそらく今まで作られた豊かさは湯水のごとくエネルギーや資源を使って豊かになったそしてここにいらっしゃる方を含めて多くの方がこの延長上には今までと同じような豊かさはきっとありえないだろうということをみんな知っているもしそんなことをしたら豊かなどころか違う方向に行ってしまうよでも僕たちは豊かになりたいじゃあどうしたらいいのと思った途端に 僕たちは霧の中にいる全然先が見えないだからこそ今みんなで一生懸命考えてこの霧を晴らす方法っていうのをもう一回見直さなければいけないそういうことではないかと思っていますそもそも豊かさとは何かだからこそ僕たちが求める豊かさっていうのは心豊かっていうのは耳障りいいですでも豊かっていうのは要するに人間の欲を満足させることなんです その欲を満足させるということと限りある地球環境っていうことを同時に認めることができたその時初めて我々は本当の意味の豊かさっていう概念をつかむことができるのかもしれませんそのためには今までと違う物差しを使わなければいけない今までと同じ物差し成長ってお金ですよもちろんお金は大事なんだけどそれだけで物を測ることはできない あるいは新聞や雑誌が当たり前のように言ってるようなことをそれとはちょっと違った物差しを僕たちは作らなければいけないその一つの物差しの概念がバックキャスト一つしかない地球から今を見たときにどんなものが見えるんでしょうもっと言い換えると僕は2030年大変になると思ってるんですけどもこの地球環境制約というものと人間の欲というもの これを同時に認めたときに、この周りにワクワクするようなライフスタイルって本当にあるんだろうか。そんなことを一生懸命考えてみました。僕たちはおそらく2000を超えるライフスタイルを今まで書いてきました。そしてそのライフスタイルを多くの方に見ていただいて、これ素敵だ、これ嫌だ。っていうふうなことを測っています。それを社会需要性って言います。その答えはどうでもいいんですけども。 実はその社会需要性を測るときにその人,人たちがその社会需要性のアンケートを書くときにどんな潜在意識を持ってこれはいい悪いと言ったのかというふうな分析をすることができるようになりましたその答えがこれですこれは 5000, の5000人の方々のデータです何度やっても同じ結果なんでもうほとんど間違いがないと思っています20代から60代の方のデータですけども多くの方が 利便性がないと嫌だねでももっと驚いたのは、まあ、これは想像できるもっと驚いたのは利便性と同じぐらいの強さで自然を求めてますそして楽しみを求めてますそして社会と一体になりたいし自分成長もしたいんですよ僕たちの周りには楽しみはいっぱいありますゲームがありインターネットがありコンピューターがありいろんなものがあるでもここでいう楽しみっていうのはそういうものではないんです じゃあみんな山に行きたいんでしょうか海に行きたいんでしょうか森に行きたいんでしょうかそれが自然なんでしょうか僕はそう思いますじゃあこの自然や楽しみって一体何なんだろうそれをもう少し紐解いてみました90歳の方々にヒアリングをしてます日本を含めて海外2か所含めて今14か所で200人を超える方々にいろんなお話を聞いてますどうして90歳なのか90歳の方々はこうおっしゃいます 便利になったけど今の人たちはかわいそうだね昔の方が楽しかったねこの楽しみって一体何なんだろう今日は時間がないんで詳しいお話ができませんがバックキャストっていうのは未来から今を考えるフォアキャストごめんなさい90歳ヒアリングは過去から未来を考えるそして90歳ヒアリングの結果は一言で言えばこんなことでした自然に生かされていることを知り 自然を生かすことを楽しみ自然をいなすそういう通想低音のような思考の上に楽しみやいろんなことが乗っかってるっていうのが分かりましたじゃあこのバックキャストの未来からそして90歳ヒアリングの過去からこれらをまとめて考えたら一つの心豊かな形が見えるはずですそれは一言で言うと確かな未来は 懐かしい過去にありましたそしてその形がやっと描けるようになりましたこれが心豊かな暮らし方の形というのを絵に描いたものですただしこれは誤解しないでいただきたいんですがこれは幸福だとかハッピーだとかっていうものではありません幸福の50%は遺伝です10%が地位や名声や財産です僕がやろうとしているのはその残りの40% 行動変容っていうんですが僕たちが意識を持つことで変えられる行動それで心豊かな暮らし方の形を作ろうとしています皆さんから見て A から C に行くほど心豊かになりますこの A もちろん地球のことは考えるんで土台にありますけども利便性だけを追っている例えば、えー、エアコンをエコに変えました環境のことは考えているけど利便性しかないこういう ビジネス商材はエコのエアコンを入れた時には嬉しいんですけどもあっという間に飽きちゃいますできれば B さらに C の方に行きたい B って何かこれはもちろん環境のことは考えてるんですがそれはさっきやった自分が成長するという概念が含まれていることですただし成長だけではなくその成長を妨げる制約というのがなければならない この制約もっと言うとこれは僕はポジティブ制約と言います超えられる制約ですちょっとした不自由さ不便さを自分の努力によって超えることによってより豊かになるさっきの南部鉄瓶だったらよく分かりませんもし失礼なことがあったらお許しいただきたいんですが南部鉄瓶であったら重い手入れが大変だということをちょっと教えてあげる 教室と一緒に南部鉄瓶を売りましょう。そうするとこの制約が自分の努力で超えられるようになるよく分かりませんが例えば全自動のペレットストーブひょっとしたらこんな本にあるかもしれません全自動ではなくてマッチ1本で火をつける技を教える教室と一緒にペレットストーブを売ればここへ来るかもしれない僕たちはちょっとした不自由さ不便さを 自分たちの努力によってより豊かな価値観に変えることができるそれがこういう形で証明されたでもその制約があまりに大きかったら今日山伏の方もいらっしゃいますけどもそういうとてつもない僕みたいなひ弱なやつには超えられないような制約が来るとこれはネガティブファクターといって苦痛でしかなくなるこの僕は的と呼んでるんですけどももっと簡単に言うとこっちは依存型のライフスタイルです こっちは自立型のライイフスタイルですこの依存型を自立型にどうやって持ってくるか残念ながら今のテクノロジーあるいはサービスはこの制約を全部利便性の方へ持ってくるあなた何もしなくていいですよ機械が全部やってくるあなたはちゃんと座ってるだけでいいですよ世界中旅に連れて行ってあげますそれは決して人を豊かにしません 依存型型から自立型へ残念ながらその依,然と依存と自立の間には間が空いてますこの間のビジネスっていうのは全然なくってみんな間をなくそうとしてるみんな利便性に持ってこようとするそこを僕は間抜けと言ってますだから僕はこれから間抜けの研究をやる間抜けな研究じゃないですよ間抜けの研究をやる亀井君より笑いを取ってしまう もう一回取ってしまった。というようなことが大事だと思っている。だからこれから皆さんと一緒に考えたいと思います。今日はもう時間がないんですけどその僕たちは、この超えられる制約、ポジティブ制約、どんなポジティブ制約があったら、僕たちはワクワクするんでしょう。それは自分のためのポジティブ制約、人のためのポジティブ制約、家族のため、友人のため、あるいは家庭のため、 もっともっと歴史のためというのは祖先だとかそういうことですね未来のためそして美しさのためそんなことを考えそしてそれを具体的な形にするそれがきっと新しい暮らしの形を作るそういうことだと,こと心から信じてます是非協力してくださいどうもありがとう